エヴァ・ボジェナ・コパチは、ポーランドの政治家、2014年から2015年まで、同国の首相を務めた。エヴァ・コパチとも表記される。同国では、初めての女性での会員議長を歴任。その他、2007年から2011年まで、保健大臣を務めた。2001年より、市民プラットフォームのメンバーで、2014年9月に、ドナルド・トゥスクの後を継いで首相に就任。 同国の女性首相は、ハンラス・ホツカに次いで二人目。2015年11月16日退任。政治家になる前は総合診療医であった。ラドム近郊のスカルイシェフにて出生。出生名は、エバリス。父親は、機械校で、母親は仕立屋であった。彼女は、ラドムで育ち、高校もそこで卒業した。1981年、 ルブリン医科大学卒業。小児科と家庭医学の学位を取得。その後彼女はオロンスコブラフレビスカ村のクリニックで働き、シドゥオビエツ町では地元の医療施設の院長を2001年まで務めた。1980年代、コパチは統一農民党の党員であった。1990年代、彼女は自由連合に参加。ラドムの投資部長を務め、 1998年、マゾフシェ県の県会議員に当選。2001年、彼女は自由連合を離れ、新しくできた市民プラットフォームに入党。同年ポーランド会員議員に当選。2005年に再選後、会員保健委員長と党のマゾフシェ県支部長に就任。コパチは2007年に、ドナルド・トゥスク内閣の保健大臣に就任。 2008年には14歳の少女の中絶に関わったのが、教会法に抵触するとして、市民団体から波紋を呼びかけられた。2009年新型インフルエンザの世界的流行では、複数の製薬会社が、ポーランド政府に、風が進めるワクチンの購入の契約を行おうと、するが、EU 各国がこのワクチンの購入契約を交わす中、 彼女は20年以上の診療経験がある医師としての経験をもとに大流行の危険性が低いことや接種の安全性についての情報が不十分であること、製薬会社との秘密契約に法律に反する条項が20以上もあったことなどを理由に購入拒否を貫き、結果ポーランド政府は問題のワクチンの購入を見送った。コパチは2001年にポーランド会員議員に当選し、 2005年、2007年、2011年に再選。2011年11月にはポーランドの会議長に選出された。エバコパチ内閣2014年9月22日、トゥスク首相が欧州連合の大統領に転出することを理由に辞任したことに伴い公認の首相に就任。同年11月8日には市民プラットフォームの当初に就任。 2015年5月25日のポーランド大統領選挙では野党、法と正義のアンジェルダが当選。大統領と首相の出身政党が異なるねじれ政局となる。同年10月25日に実施されたポーランド議会総選挙ではピースが単独過半数の議席を獲得し勝利したためコパチは首相を辞任することになった。2016年1月26日。 新党首にグジェゴシュスヘティナが選出されたのに伴い市民プラットフォームの党首を退任。ありがとうございます。